山下清っていうのはこれドラマの影響もあるんですけども、旅先で絵を描いたっていう風なイメージが非常に強いんですけども、実はほとんどがそうではなくて、一回帰ってくるんですよ。帰ってきて、で学園でその時の記憶を頼りに一気呵成に作品を作ってって、でまた出ていくっていう、こういう風なサイクルでやってたんですよ。でその時に発揮されたのが恐ろしいほどの記憶力やったんですね。山下清っていうのは別にその旅出てる時にスケッチをいっぱいしたとかいうわけじゃないんですけども、その時見た光景っていうのをめちゃめちゃ鮮明に焼き付けて覚える力っていうのが強かったんですよ。で帰ってきてそれを一気呵成にグワーって発揮して、おれやーって全力でアウトプットして作り上げて、でまた出ていくっていう風な、こういう風な流れやったんで、ほとんどが学園の中で作られた作品らしいんですね。